おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきますが、いきましょう。20連目でございます。違った、2回目でございます。前半ねとりあえず30連させていただいて、イブラ、フリとバカ横と、まあ私からしたら一番の大当たりとも言えるイブラヒモビッチと、一番の外れのバカ横を2人獲得できましたので、1人ずつですけど合計2人獲得できましたので、あとはね戦術的な本命フランク・ライカールド、こちらを手に入れたい。仮に50連までにライカールドが来たら100連引き切らずにやめますが、50連を超えても来なかった時点で途中で来たとしても100連までは引きます。100連引くことでね1人確定プラス1枚交換チケットが手に入るので、50連程度でね出血を抑えられるのであれば止まった方がいいですが、60連まで差し掛かるのであればもうそれ以降の出血に関してはしない方がもったいないので、そこは押し切ろうと思います。今回はとりあえずですね、40連目からとなりますので4、5、6、7と40連をねやらせていただきます。40連目から40連、ややこしいですね。さあ行きましょう。ライカールド、ライカールドです。ライカールドだけが欲しい。あとはもうライカールドだけでいいので、ライカールドをください。私にどうですかね、行った方がいいか止まった方がいいかは悩ましいところですが、やはりね今回のミランガチャに関してはかなり強力なものですし、まあおそらく第2弾でチェーン特徴持ちの選手、あとはキャプテン特徴持ちの選手かな、今回キャプテン特徴がラインナップにいないのでこの2つは間違いなく来ますよね、チェーンとキャプテン。あと来そうなところでいくと、もうキーマン出揃いましたし、レーンも出揃いましたので、まあでもそれぐらいでしょうか。それぐらいかな。ただまあおそらく本当に強力なピルロが来るでしょうから、もうねそこは魅力的ですよね。で今回 DMF が2枚ともあまり強くない選手なので、もしかしたら次回強力な DMF が2枚来るかもしれない、それこそガッドゥーザとピルロが来るかもしれないっていうところを考えると、まあね今回のこの初めのところで必須な選手、例えば私で言ったらライカールドのチェントラーレですが、そういったところが手に入ったのであれば一旦ね待機でもいいかなとは思いますね。あまり無理に追いすぎても痛みを伴うだけなので、まあ、ただ特別獲得枠がね後半かなり豪華に用意されていることを考えると、そこを捨ててしまうのはもったいない。かつ100連引き切ることでフリーの限界突破素材と一人好きな選手が交換できるチケットが手に入りますので、50連60連まで差し掛かったのであれば、先ほどね私が冒頭で述べたように追い切るのがね、回し切るのが、一番チームの強化にとってはね GB 効率的に使うことに結果的にはなるのかなと思います。まあ、6% のかなり厳しいね、正直私の視聴者さんのねコメントでもありましたが、この周年イベントで確率が厳しくなるってどういうことやねんって感じなんですけど、まあ、だからこそねちょっと考えて引いていかないと本当に痛い目を見てしまいますので、サカツクは結構ねそういうところがダークかつヘビーなゲームなので注意が必要ですね。特に私も30連前半でフリット引いていて思うんですけど、正直ねフリット強力なんですよ、強力なんですけど、たかだか1人フリットが手に入ったところでだからなんだというのかとところなんですよね。さあブローニーロングシュート来てくれましたが、私はちょっとねラデクルニッチは、ガッドゥーゾがいるので必要としていなかったので、これは残念ながら当たりとは言えないですね。特に嬉しくもないかな。まあ今50連目かな、これで50連目で星5が4人目という人数的には悪くない、まあ特別獲得枠全部外してるんですけど、でまあ、ただそのうちの2人でね、まあ、イブラフリットなので、まあ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 かな、サカツクっぽいね、ミゲル・アルミロン。さあたまにはねお優しいところを運営さんにはぜひ見せていただきたい限りではございますが、マティアス・オリベイラ、待ってくださいね、マティアス・オリベイラちょっとウルグアイのレフトサイドバックか、どこのチームの選手か把握してないですね。どこの選手でしょうか、もし知ってる方いたらぜひコメント欄で教えてください。あれどこだ、なんか聞いたことはある気がするんですけれどもね。さあこれで50連半分ですね。やっぱりさ厳しいですね、 6% とはいえ50連1万 8000GB 引いてこれですからね。いやー悪くはないけどネスタか、いい選手なんですよ、
別にネスタを否定してるわけではないですし、今回の中では当たりな一人だと思うんですが、私がね必要としてる選手では残念ながらなかったんですね。美課金なので私はネスタをね貫突する余力がないんですよ。もちろん貫突できたら強いことは重々承知なんですけど、余力が自分にないのでちょっと無凸のままねボックスでずっと眠っていただくことになりそうですね。ライカールトだったらもろ手を挙げて喜んでいたのですが、ネスタでしたか。さあケビン・ラザーニャ、さあちょっとね10連30連の特別獲得枠では痛い思いをしたので、ここで一つ見せていただきたいですが、外れますね。ちょっと待って、これ特別獲得枠があんまり仕事しませんね。まあネスタ来てくれただけ良しとしなければいけないのかもしれませんが、まあ本当に 6% ガチャっていう感じですね。闇が深いです。もちろん結果的には今あまり悪い結果ではないんですけど、皆さん冷静に考えてほしいのが、 18,000GP 引いてこれ1人ずつで限界突破アイテムがないと、限界突破貫突なんて夢のまた夢で、貫突前提のこのゲームなのでだいぶ厳しいですよね。他のソシャゲとかだと別に選手って貫突前提じゃないじゃないですか。選手とかキャラクターってね普通に1体引いたら遊べるので、そういう中で貫突しないともう基本的には意味がなくなってくるこのゲームシステムで、この確率はやはり厳しいと言わざるを得ませんね。さあ行きましょうか。ちょっと特別獲得枠を 50% 外したのか、 10%、30%、50% どれも外すのは痛いですが、まあ確率ですからねしょうがない。2つに1つを外してしまいましたが、どこかでねライカールトが来てくれることを祈りましょう。これでライカールト2枚ぐらい引いて限界突破が楽になったら一番好ましいことではありますが、さあどうでしょうか。お次はコランタントリッソですね。せめてねこの星3星4の選手たちも22、23シーズンの選手たちにしてくれていて、きちんとクラブチームもね反映させてくれているんだったら、そういう面ではねすごく我々もありがたいですし、メニャンですね。悪くはない、数は悪くないですね。数は悪くないんだけどな、オランダ三重士が一人しか来てないのがちょっと気になりますね。オランダ三重士がやっぱりメインのガチャですからね。他がたくさん出てきてくれても、まあ出ないよりは全然マシなんですが、シェーマスコールマンありがとうございます。さあ誰だっけ、ああフリットか。いや残念がってはいけないですね、ありがとうございます。いやかなり引きとしてはいいんですよ。フリット2人目もかなりいい。違う待って、違う、ちょっとお行儀よく話してましたけど、ライカールトなんよ。ライカールトが欲しいんです私は。すごい嬉しいんですけど、いろいろチェントラーレがね一人いないとチーム組めないんですよ。チェントラーレなんですよ必要なのは。しょうがないですね、ありがたく受け取りましょうフリット。いやフリット強いんでね文句ないんですけど、ライカールトがいないとフォメコンが組めないので、そもそもちょっとフォメコン組むのを優先させていただきたいですね今回はね。さあ次はウナイ・ヌニエスですね。さあいやライカールトが本当に1枚でいいから欲しいですね。1枚でもライカールトが取れたら確定チケットで交換チケットでライカールト2枚目を引いてちょっとスムーズに限界突破ができるので、なんとかしてライカールトが欲しい。さあ70連目に行きましょう。70連目特別獲得枠がまたあるので、ちょっとね 10%、30%、50% を外してるのが結構メンタル的にね来ているので、ちょっとなんとかね、なんとか今回は最後の特別獲得枠にも期待させていただきたいところですが、ライカールト来ないね。っていうかオランダ三重士来ないね。もちろんライカールト、ライカールト言ってますけど、マルコ・ファンバステンもものすごく強力で超魅力的な選手だと思ってるので、当然そこも欲しいんですけど、来ないですね。厳しいな。ジンギス・ウンデル、特にファンバステンに関しては、ファンバステン1人手に入れて、もし仮に貫突できれば、このサカツクのゲーム1年はストライカー困りませんからね。1年どころじゃないんじゃないかな。それぐらいの選手ですから、欲しいことは欲しいんですけど、とりあえずチェントラーレが来ないとね、ちょっとどうしようもないというか、話が始まらないので、なんとかしてライカールトが手に入れたい。
最後の特別獲得枠に期待したいですね。60%、ダニエル・アマルティ、はいはい。いやーきついな。いや他のねフリット2人はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、100連でライカールトとファンバステン両方来ないはちょっと、まあでも 6% ですからそんなもんかな。やけにばらけてますけどね今ね、隣とその2人だけですか来てないの。13,809が2人とも来ないのは一体が、え違う誰だ、隣かな、隣ですかね。いやマジか、いやちょっとちょっとちょっときついな、マジか。13,809ゼロか、70連引いて14,009か。ファンバステンとライカールトだけ来ないね。なんならめちゃくちゃ欲しかった2人なんですけど、ここの2人来ないか、ちょっとしょうがないですね。割り切っていきましょう。一応ねフリット2人来てくれたのは本当に感謝すべきことなので感謝してますが、なんとかねライカールトとファンバステンどっちかね残り30連で引けるように祈りながら最後後編やっていきたいと思いますので、ぜひね後編の動画アップした際はそちらもご視聴いただければ幸いです。ということでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ乗っております、トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。